ただけで芸人ってわかるんですよ。そう、不思議な人がいるなと思って、昨年私たちももうこの状況が許せなくて、芸人も立ち上がりました。はい、で、ね、芸人球場の会というのを作りました。で、まあ、知らない人もありがとうございます。知らない人もいるかもしれないので説明しますと、芸人球場の会というのは芸人が集まりまして、で、まあ、あの仕事がない球場を訴えるという。そうです。わかりやすい。そういった面もあるんですが、やっぱり、憲法第9条を守れと、あの戦争放棄した憲法第9条、これを守れ、これを守らないと私たち芸人が一番最初に、ね、あの余裕らずになるんです。だいたい戦争になったら真面目にやれ、ふざけるな、芸人が真面目にやったら面白くないんです。そうだ、ふざけないと面白くないんです。本当はみんなで仲良く、みんなでダンスしたり歌ったり踊ったり、そして、冗談を言ったり、それが本当の平和だと思います。そういう、ありがとうございます。そういう平和がくれる、そう、できる、その、世の中ずっとしていきたいので、僕も安倍政治を許さないということでね。猫も許せません。そう、猫も許さないそうで。そうだにゃ。にゃも許せません。なんか一言言いますか。一言、よろしくお願いします。芸人さん、芸人さん。すみません、夫婦で、かけたことやってます。三人の国を河野夫妻と申します。もうじき分かりますんで。分かるねん。ここで言うなよ。今日は最後のカップルです。発生裁判所行こう。店を払え。こういうことを言っていられるのも本当に世の中の平和だからです。平和を、平和の世の中を作っていきましょう。はい、ということで、安倍政治を許さないということで、やったー、頑張りましょう。ありがとうございます。